で、まあ、まあ、30分ずつなんで、次々、まあ、いきますけども、まあ、要するにね、極端な時期的解釈をしたらですね、人たちが霊的本質的な解釈をしているものから逸脱するとね。だから時期的になるとですね、やっぱりモーゼの聖とか神殿の最高とかね、そういう、まあ、どう言いますか、旧約聖書の言葉そのものをですね、千年王国で、まあ、成就するみたいな解釈になってしまいますけども、もうヘブル書なんか見たらですね、実体が現れたんだから、もうモーゼの聖堂も、ね、神殿も皆この影であると、ね、不要なものを廃止されるんだと、ね、はっきり書いてある、ね、だからガラティア書とかね、ヘブル書とかね、黙示録とかね、そういうところから光から旧約のね予言を再解釈しないといけないね、いうことですね。私たちはキリストのね食材とね、この御霊のね、そして内住というね、だから私から言わせればね、ペンテコカリスマ派というのは、まあね、イエス様の天井はそこから聖霊注ぎの経験一番大事にするわけだからね、最もこのことが分からないといけないのに、聖霊の注ぎ以前の一行で一章のね、また何かこういうものの復興はいつなんですかというふうな、だから その時点領域に関してはまだ聖霊の教えをまだ受けていないというね感じするんですよね、うん、だから本当に、まあ、寂しいね感じしますね。でも、まあ、これからの皆さんの時代はね、それが克服できる時代だと、まだ今、まあ、自分の団体でも、まあ、もう36年間経営未来で教えてきましたけども、まあ、私の教えの受けてきた全員じゃないけど多くの人たちの心の種がまかれているからね、それがいつから、ね、目を拭いていくというかね、まあそれを期待してるんですね。今もクリスチャン新聞がね、なんとかというテレビ伝道師の人も撮ってるまあメシアニック中のね、なんとかという人まあ非常に盛んにねクリスチャンピースのなんとかという人とかねまああちこちで集会されてるんでね、私はまあまあ、こういうことが分かってるからね、ずっと、まあ継承というか、だから私が心配してるのはね、やっぱり、ペンテコカリスマ系のやっぱりそういう神学に弱いところがあるから、そういうところが草刈り場のようになってね、何か、あとこう、なんかこう、アメリカのキリスト教シオニズムの誤ったその教えにですね、食い荒らされてるような感覚ですね。だから、それからディフェンスしないといけない。だからガラテア書のパウロみたいな意識があった。なんかこう何があなた方を迷わせたのかね、迷わせたってね、魔術にかかったのかというような、そうですけどね、本当になんかこう健全な聖書解釈ねっていうものをやはり探求してほしいですよね。でまあ次ですね、第3章ね、まあ、全部詳しくやってたら、まあね、字が足りないので、ポイントだけですけども、ポイントと、まあ、その中に含まれているメッセージというかね、リンカットエッセンスだけいきますけども、第3章中間条項ね、でまあまあこれのまあ後ろの方にも、まあ、載せてますけどもですね、まあ、クリスチャンね、クリスチャンもですね、まあ生があり死があるとね、で死んだ後に、まあ、終末論の中詳しくありますけどもね、肉体はね滅びるとね、しかしこの霊魂ね、霊魂ね、霊魂はですね、神様のもとに直ちに、ね、受け入れられる、ね、でキリストの臨在のうちにね、
守られる。そして、キリストの再臨の時にね、困難期があって再臨の時ね、でこの時に、復活の体を着せられる、ね、復活の体をね、そして、まあ、神殿、洗礼王国ね、洗礼王国神殿神地とね、ね、ということですけども、でここでですね、教えられることはですね、この中間状態、終末論の中でですね、ディスペンセーションの問題だけなしにですね、もうちょっとラートが非常に取り扱っているのはですね、人たちがですね、そういうこうユダヤ教的なね、この復興を求めているメシアを待ち望んでいるところに、まあ、霊的なメシアとしてね、キリストが、ね、苦難の血もりとして来られて、十字架の御業を終えられてね、そして、ね、天上に帰られた、聖霊が注がれたと、ね、教会ができた、ね、でこの時にですね、一つは、どう言いますか、言えるのはですね、この民族的な卵のね、卵の殻の問題ね、この民族的イスラエルと霊的本質的イスラエルのね、区別の問題が、さっきの聖書解釈とかイスラエルの意味の問題ね、これ一つありますけども、もう一つはですね、この終末論に関して非常に重要な問題はですね、このまあ、世界を囲んでいたですね、このギリシャ世界ね、ギリシャ世界ね、まあ、言葉はギリシャ語が世界共通語でしたし、ローマ帝国だけども、まあ、文化とか哲学とか思想はギリシャ思想が、まあ、中心であったね、でそういう、まあ、中でですね、キリスト教のですね、この終末に関するね、まあ、個人の終末、ねに関するこの理解についてね、非常に大事な問題はですね、グノーシスね、グノーシス主義ね、これが非常に重要な問題であり、一つ覚えておく、こちらは、まあ、言ったらディスペンセーション主義ね、ね、これはまあ言ったらこう、ね、民族的イスラエルと霊的本質的イスラエルの区別が必要だというね、ことでしょうね。こちらはですね、グノーシスというのはですね、この、まあ、簡単に言うとですね、物質は悪であるという考え方なんですよね、物質は悪、まあ、もっと丁寧に言わないといけないんですけども、でまあ精神ね、精神が善であると、ねね、だからこのそういう人間のまあ言ったらこの肉体的な欲求をできるだけこう抑制してね、そしてこう精神活動を活発にするというね、それをまあ理想の形にしてね、そしてまあこのギリシャ的世界観、人間観の中ではですね、死というのはですね、死というのは、まあ言ったら、肉体はね、肉体は牢獄であると、ねね、それからですね、この、まあ、霊魂、ねはですね、霊魂、ね、精神、ね、この、まあ、解放される経験である、ね、こう永遠の世界に、ね羽ばたく。でこういう考え方があるんですね。で、でここのグノーシスね、だからまあ科学マシュマクタ先生なんか論文でよく書いてあるんですけれども、キリスト教世界におけるですね、グノーシスのまあ悪影響の克服というか、
これ非常にまあ大きな問題であるというかね、よく書いてある、ね、要するに前田の物質、ね、世界、ね、まあ、体、ね、人間の方の肉体、ね、でまあひいてはですね、非造物世界、ね、だからこの第三章の、まあ、中心はですね、このイエス様を信じて、ね、罪許されて天国に行く、ね、いう、まあ、ところで終わってしまったら非常にあの ギリシャ的な、ね、あのところで終わってしまうということなんですよ、ね、で聖書はですね、そういうですね、とこ止まっていない、ね、41ページにありますように、聖書が言うように、ね、世界と人間についての聖書の部分は全く異なっている。旧約聖書にその根本はですね、神は創造者であるんですね。神は、ね、創造者、ね、私たち、まあ、天地万物を創造された方である、ねね、そしてその創造世界のですね、管理人として人間を、ね、この創造されたと、ね、でその神様の御心を裏切ってですね、この神様を背いて、ね、人間は罪の中で堕落したけどもですね、私たちがこの、ね、十字架で罪許されあがなわれてね、そして、ね、聖霊を私たちのうちに、ね、与えられた、ね、あがないの御霊、ね、それはですね、この私たちのですね、この罪を存在はあがない、ね、復活の体を与え、そしてこの非造物世界全体をあがなって、そのあがなわれた世界、ね、あがなわれた世界、あがなわれた、ね、神天神地、ね、あがなわれた非造物世界、ね、あらゆる世界でですね、あがなわれた、ね、ね、この体を持って持ってですね、この神様の作られた世界の、ね、良き管理人として、ね、良き管理者として、ね、永遠に生きていく、ね、ところにですね、最終目的があると、ね、だからこのイエス様神天国にてこうハレルヤハレルヤハレルヤって、ね、それが最終目的じゃないわけですよ、ね、もちろんまあ礼拝とかそういうことあるんですけども、この物質世界性というね、だからこの神様の作られた非造物世界、これは神の世界ね。そしてこの非造物世界は非常に良いものである、ね、神はそれを見て良しとされる、ね、そしてね、黙示録の最後には新しい天と地が開かれる、そこで礼拝と賛美の臨在、主は共におられる、ね、そこにですね、こう祝福されたあの労働があると、ね、ことですね。だからこのこの人間観、ねね、人間観、そしてまたこの世界観、ね、これは非常に、まあ、大事なものである、ね、だからこのことはですね、同時にですね、私たちはこの地上においてですね、この遠征的に生きるべきじゃない、ね、このなんかこの世から逃避することによって生きるにはなしですね、この世のただ中で神の御心に生きる、ね、だから私たちは永遠の世界で、このそういうあがなわれた世界で、ね、神の御心によってね、変貌された復活の体を着せられて、ね、よく感じて生きるように、そういう方をですね、この前もって今この地上でね、ここで生かされている、ね、だから、まあ、いつも言うことですけども、よく言うね、この関係をどのように見たらいいかね、まあ、C.S. ルイス、ね、言葉が非常に好きですけども、英国の哲学者ね、彼は、ね、この
今の時代のですね、労働と、ね、新天新地のですね、この務めと、ね、どういう関係があるのか、それはちょうどね、私たちがね、この幼い子供がですね、幼い子供ね、子供が子馬ね、子馬のポニーをもらったようなもんだと、ね、ポニーという可愛らしいね、小さな馬ね、ポニーをもらった。もらってですね、乗る練習をしている、ね、ようなものだと、ね、それは何のためか、ね、それはですね、この新天新地新地のですね、馬屋、ね、馬屋にはですね、この鼻息の荒いですね、この排泄口のようなですね、この競争ね、競走馬がですね、このこう乗り手を今か今かと、ね、待ち構えているんだと、ね、だから私たちの今の、ね、この地上におけるですね、その主婦であった台所の仕事とかね、あるいはこのガードマンの仕事だったら何とか、全てそれは無駄なことではない、ね、一日一日ずらす私たちのですね、あの小さな務め、ね、それはですね、あの少しも無駄になることはない。すべてこちらとのですね、だからこの、ね、現在、神の国の、ね、こちらはですね、現在性、ね、神の国の、ね、現在性、ね、御霊が私のうちに働いて、ね、今、神の国を生きている、ね。それとですね、このね、神の国の未来性、ね、これはですね、この、ね、この同一性、ね、復活の体がですね、イエス様の、ね、イエス様のこの復活の体っていうのはね、このその以前のですね、イエス様の体とね、この連続性があったんですよ、同一性が、ね、うん、そしてですね、このこの体とのですね、連続性、ね、が、ね。で、同時にですね、この、蘇りの体、栄光の体としての、連続性がある、ね。ね。で、私たちもですね、イエス様の復活の出来事っていうのはね、最も重要なことが一つなんです。ね。これはですね、イエス様が、ね、この死の、ね、壁を破ってですね、蘇られた、ね、これはね、初歩であると、ね、初歩というのはね、まだ今まああの田植えから稲刈りまで全部自分でやるからね、どういうか分かんない、ね、初歩というのは最初のね、あの実りね、この後にはですね、全面的な収穫が続くんですよ、うん、わーっとね、でコンバインで全部刈り取ってイエス様と同じような復活が私たちにもたらされるということです。全体に。これで絶対の保証。他の宗教はない。ね、他の宗教は救いやなんやかんや、このお葬式、まあ、毎週みたいに言ってますけどね、あの生身だずとか、生法蓮華経とか、いっぱいお経をたくさん聞いてね、あの私も仏教もいろいろ勉強してるからね、南無というのは帰依するという意味やし、ね、あの、やしまあ、実体がないなとかね、思いながらいろいろ聞いてるわけですけど、まあ、私たちはキリスト、そして必ずそのね、復活があったり、私たちも復活の体着せられる、ね、で復活の体着せられる、霊魂を裸で復活の体着せられる、そして復活着せられてですね、あがなられた世界で、ね、このイエス様が地上に来られるわけですからね、もちろんこれにもまあ何回も出てきますけどね、神様はですね、このね、私たちが、ね、この永遠の世界に、ね、飛翔してそれで終わってしまうんじゃないですか。神様はいつも非造物世界にですね、このやってこられる方である、ね、創造世界を作り、ね、そして絶えずこうね、出エジプトからですね、イスラエルの歴史の中にね、バビロン王宮から帰る、ね、そしてこのね、キリストの受肉、ね、復活、ね、そして再臨、ね、そして、千
ネオ新天神ね。だからまあランドの本なんかではですね、このですね新天神地、まあそれどういう形であるのかね、おぼろげであるけれどもですね、これは贖われた地球というものがですね対象になっているだろうということをね、この十分ほのめかしてますよね、これはね。だからこのどう言いますか、このそういうことを考えるとですね、私たちのこの地球環境問題とかね、地上での毎日の生活とかね、そういうものがですね、このね私たちの現在というものがね、未来ということの中にね、こういう形でですね、この連続性を持っているね。だからないがしろにできないんです、一日一日の一つ一つの。だからこれはですね、どんな大きな教育が建てる土地を買うとかね、そういう次元の問題じゃない、もっと永遠の問題だね、だから必ずしもですね、このそういうリュラガレーの貢献とかそういう尺度だけではね、クリスチャン生活のは測れないし、クリスチャンのですね、こう報いというのも測れないね。どんな大きな働きしててもですね、まあ、コリント書の3章にね、木草わらのような働きもあるしね、燃え尽きてしまう。しかしどんな小さな働きでもね、金銀宝石のような働きもいいんだね。木草わらでこのね大街道を建てることもできるしね、宝石っていうのはもともと小さいでしょ、こんな大きな宝石あんまりないでしょ、ね、やっぱりね貴重な働きっていうのはね小さいんですよ、これはね。だからこう本質を大事にしないといけないね、いうことですね。まあ、そういうことですね、まあ、ここで今ちょっと図示しているのはですね、この、まあ、ギリシャ的なね、ギリシャ的な、なんて言いますか、この救済観ではですね、ベーコンがですね、何かこう、ね、季節の変わり目にですね、鳥が羽ばたいてね、南の、ね、国に飛び立っていくようにね、魂がね、どん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 。もうさよならという感じですね。で終わりのような気がする。違うんです、キリスト教は、ね、肉体の復活が、ね、目標なんです、ね、そしてですね、この被造物世界から旅立っていくことに、被造物世界にですね、ね、この復活の方が着せられてですね、また生きるというね、神の御心に、ね、沿ってですね、この生きる、ね、ここに今からフォーカスがあるね、でここにやっぱり焦点を当てるいうことがね、ものすごく大事で、このことはですね、どういうか、私たちの日常を大事にしないといけないというメッセージを生んでくるんです、これはね。だから、どういうか、私たちのですね、毎日の生活、ね、でルターが言いましたね、明日ね、再臨があるとしたらね、あなたは今日どうしますか、ね、聞かれたらね、私は今日木を植えると言ったんです。明日再臨があるんですよ。要するに日常生活を大事にするということなんですよ、これは。毎日やってることをね、これが神様にとってはものすごく大事なこと、神の御心にね、再臨があるその直前までね。でまあ、中間状態ね、ついて、まあ、この関連してね、このグノーシス主義ね、物質に対する理解ね、こういうでこれはですね、このことを、まあ、やっぱりお勧めていくとですね、非常に禁欲的にもなるんですよ、うん、ね。だから禁欲が必ずしも良いことであるね。神様はね、この食欲であれね、食欲であれね、あるいはこの性欲であれね、あるいはこの睡眠欲であれね、ね、この神の御心にね、かなった範囲ね。食欲がなくなると、これ不要不健康ですよね、これはね、もう死んでしまうかもしれない、ね、性欲もこれなくなってくると人類は滅亡してしまうかもしれない、ね、
それからまあ、睡眠をね、これもまあ、あまり寝ないでね、宗教的に頑張ったら体壊してしまうんですよね。だから、この限界線ね、神の御心の、ね、健全な御心の限界線を超えることが罪であってね、このこと自体はね、非常にね、良いものね。だからこの肉体肉体というものはですね、この御心の範囲にとどまる、それは非常に祝福であると、ねうん、いうことですね。でそういうものに言ったら、この物質観、ね、世界観、人間観、ね、こういうものを意味する、また日常性が大事するね、非常にまあ大事なんですね。全部関連してるんですね。まあ、目覚ましがなかったので、ちょっと休憩します。はい、それです。